はい、ゴールドワンゴールスクールのレッスン動画です。はい、かんちゃんとまさくんです。アプローチの練習してます。こういう練習いいですよね。はい、エッジと棒の間、ここ1つ2つ3つと、ね、順番にこの間に落としてきます。はい、どうぞ。1つ、はい、まちゃくんどうぞ。はい、1つ、ベリーイージー。はい、2つ、2つ、はい、次3つ、遠くね。あ、ちょっとオーバーしたな。はい、いいよ。でもほんの2センチぐらいだね。はい、だよ。はい、まちゃ、あ、ちょっと大きいな。もう一回やろうか。はい、どうぞ続けて。こんな感じでやってるんですよね。はい、1つ目。はい、どんどん行っていいよ。どんどん行っていいよ。はい、2つ目。はい、2つ正解。はい、2つ正解。はい、3つ。はい、合格。はい、はい、あ、ちょっと合格、ちょっと手前だったけど、まあ、いいね。はい、この練習してるとどういう、あの、あれかな、どういう練習に、あの、結びつくのかな。グリーン周りの落としどころを落としどころに集中できるっていうことかな。他に何か、あの、弾道とかで何か、低く打ち出した方が、その狙ったところに落としやすい。落としやすいね。無理にこんなところね、ロブ打つ必要もないもんね。できるだけ、あの、無駄を省いた、練習で、一番目標を狙いやすいドリルですね。はい、ね、皆さんもぜひこんなドリルおすすめです。やってみてください。